おはようございます。今日は2023年3月5日日曜日午前8時7分を過ぎました。今日はね、とても良い天気でございます。窓から外を見てもね、青空が広がっております。昨日はね、ずっと曇っていて、夕方少しね、パラパラパラと雨が降りましたが、日曜月曜火曜と、天気予報はね晴れということでございます。皆さん日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。まあね、天気がいいのでね、またね、近くの公園まで行って、読書したり散歩しようかなと思っていたんですけれど、今日ねアマゾンから、荷物がやってくるんですね。でこれ、時間指定というか、一応黒猫メンバーズで、時間指定しているんですけれど、いつでも来ていいよというような、もう大雑把な時間指定していたのでね、まあ、いつ荷物がやってくるかわからないので、今日は一日、荷物が来るのをね、家でずっと待とうかなと思っております。一応ね置き配設定とか、はい、やってるんですけどね、まあね、せっかく荷物来ますんでね、ちゃんと受け取りたいなと思いますんでね、今日は家でゆっくり、過ごしましょう。まあ、最近ね、オートミールの料理やってなかったんで、昨日かなその前かな、ネットニュース見たら、オートミールで作るソース焼き飯っていうのがあったんで、あ、これ美味しそうだなって、簡単にできるなということでね、今日のお昼は、オートミールのソース焼き飯を、作ってみたいなと思ってます。まあ、材料はね、まあ、簡単なんで、まあ、家にあるものでね、作ろうかなと。まあ、ハムがなかったんで、ハムの代わりにベーコンを、使おうかなと。長ネギもねなかったんで、普通のね、ネギ、小ネギ、小さいネギはあったんで、それを、代用して、作ってみたいと思います。まあね、頑張らないダイエットをやってるんですけれど、まだ最近またね体重がちょこっと増えてきたんで、はい、まあ、オートミール料理をね、続けてやっていきたいと思っております。はい、という感じで今日はね、今日もね、動画作り、まあね、公開予約やってるんで、一つのチャンネルは来週の火曜ぐらいまで動画をね作る必要はないんだけど、まあ、ゲームチャンネルとこのメインの CMM はね、その日のうちにね、その日の動画を投稿するという形式でやってますんでね、今日は2本ぐらい動画投稿しようかなと考えているところでございます。まあね、マグロと同じで、泳ぎを止めたらね、死んでしまうというわけではありませんけれど、まあ、本当毎日のようにね、動画投稿、やっております。まあそれがね、生きがいというか楽しみというか、まあ、そういう楽しみがね、毎日の日々からなくなってくると、まあ抜け殻のようになってしまうんだろうなと思っております。うん、まあ、よくね YouTube で言われてます、好きなことで生きていくということかなと思いますね。好きなことがねなくなったら、もう本当生きていけなくなるような感じではあるのかなと思っているところでございます。はい、ということで今日もね、今日は日曜日ですけどね、今日もね、前を向いて明るく楽しく、過ごしていきたいと思います。皆さんもね、楽しい日曜日をお過ごしてくださいませ。はい、短いんですけど今回はこの辺で失礼します。